ウェストランド・ウェルキンウェストランド・ウェルキンは、イギリスのウェストランドエアクラフト社で開発、製造された、総発戦闘機である。イギリス初の高高度戦闘機だっただけに、実験的性格が強く、トラブルも多発し、少数の生産で打ち切りとなった。スペックを一覧すればわかるように非常に長大な、主翼を持ち、油圧キャビンも強力なものであった。70機生産されたが、 ドイツ機の高高度空襲の恐れがなくなったこともあり、ほとんどすべてが実験機として使用されていたという説もある。ドイツ軍の高高度からの来襲に対抗するために1940年7月にイギリス空軍から出された高高度戦闘機の使用に従ってウェストランド社が開発したのがウェルキンである。当初の要求は、 高度1万3000メートルで最高速度時速720キロメートルという過酷なものだったが、途中から要求性能が緩和されたこともあって、開発は順調に進み、試作機は1942年11月に初飛行した。尾翼やラジエーターの配置等の機体の構成は、ウェストランド社の前作のウェストランドホワールウィンド戦闘機に似ているが、 縦横比の非常に大きな主翼を持ち高度1万3000メートルでも操縦可能な余圧コックピットを有していた。同じ仕様で開発されていたビッカース社の試作機との共作となったが本機が採用されることとなり、1943年には量産第1号機が納入された。しかし、この頃になるとドイツ軍による高高度爆撃等の恐れは非常に薄くなってきたため、 高高度戦闘機の必要性も薄れてきた。加えて、マーリンエンジンが航空では不調だった上に、迎撃戦闘機として使用するには、機体の運動性が劣悪だった。これらのことから、ウェルキンは67機で生産が打ち切られ、生産された機体は、部隊配属されずに実験機として、少数が利用されるに止まった。組み立て中の機体はスクラップとなった。なお、 組み立て途中だった一機を改造して、複座の夜間戦闘機としたのが、ウェルキン NF2 である。1944年10月に完成したが、性能が元のウェルキンより劣る上に、モスキートの夜間戦闘機型がそれ以上の性能を示していたため、この一機だけの試作で終わった。ありがとうございます。